太古の昔、地球には巨大隕石が落ち、地軸が傾き、氷河期が訪れたと言われています。それは、恐竜の絶滅の原因の隕石ではなく、その後人類が誕生した後に落ちたもので、隕石によって起こる二次大災害は、多くの世界の神話に、それらしい記述が残されているといいます。こんにちは、藤吉田です。今回は、1万数千年前に落ちたであろう隕石衝突の大災害があったのにもかかわらず、人類は生き残ることができた理由について動画にしてみました。ぜひ最後までご視聴お願いします。もちろん当チャンネルでの見解ですので、一説のエンターテイメントとしてお楽しみください。それでは行ってみましょう。人類が生き残れた理由とは、約1万2900年前から約1300年間続いたとされる最終氷河期が終わり、温暖だった最初の時代の後に続いたヤンガードリアス期。このヤンガードリアス期に地球上に起こったのは、まさに黙示録における終末か、あるいはそれ以上と言ってもいいような大災害でした。類人猿が生まれてから約200万年、さらにホモサピエンスが誕生してから3万年、この長い時間の中で全人類が絶滅する危機に最も近い時代でした。実際この期間には多くの動物たちが絶滅したといいます。マンモスや大型のサーベルタイガーはもとより、アメリカラクダやアメリカンホースといった比較的環境に対する適応能力が高いと思われる動物も絶滅しています。ここからもヤンガードリアス期がいかに人類のみならず生命全体に大きな影響を与えたのかがうかがえます。しかしそうなると一つの疑問が生まれます。なぜ我々は今ここに存続しているのかという疑問です。旧約聖書では、ノアが箱舟を作り、すべての動物をつがいで乗せ、大洪水から生き延びたのだとされます。シュメール神話においては、ジウスドラという人物が、エンキという神の啓示を受け、大洪水に備えたからだとされています。これらの伝承はかなりの部分で、実際の出来事を反映しているはずです。なぜなら、エンキという神は知恵を司ると同時に、地下世界の水の神でもあるからです。地下での生活を強いられた1000年以上の間、人類は暗闇の時代がいつかは終わることを願いました。そしてその願いが叶うと、今度は地上世界においてわずか数十年から数百年の間に大洪水に見舞われました。これらを何らかの形で語り継いだ者たちがおり、それがノアやジウスドラの伝説になったのではと言われています。このような数千年規模の大激変の環境変化を後の世に伝えたのは何者だったのでしょうか。それこそ1万2000年以上も前に存在した古代文明の担い手たちであるといいます。彼らはアトランティス文明圏において、神にも等しい力を持った者たちだったとされています。その力とは、すなわち科学力であり技術力です。では彼らの英知と科学力とは一体どのようなものだったのでしょうか。超古代の高度な物理学の知識。天体の軸がずれるポールシフトが発生するほどの大災害を経てもなお生き延びるためには、どのような科学力と知識が必要だったのでしょうか。まずはそこから考えてみましょう。現代の歴史で教わる内容としては、ヤンガードリアス期前後の人類はダンバー数、つまり百数十人程度の集団を限界点として
その人数内で狩猟採集生活を行っていたと言われています。しかしそれはあくまでも結論ありきの説で、この時代に数万人あるいは数百万人の集団があると文明進化の順列がおかしくなってしまうからだといいます。もちろんその程度の集団文明レベルではヤンガードリアス期を生き残ることはできませんでした。多くの知識を有し正確な予測に基づいて集団的に動く必要があったからです。しかもそれは1000年以上の長さに及びます。まず考えられるのは、隕石の激突は突然のことではなく予測されていたのではないかということです。生き残るには前もって準備を整えることが必須だからです。それには正確な宇宙に対する知識と観測技術、さらには隕石墜落後の環境モデルを作る英知が必要とされます。まずは根本的な問題として、宇宙というものを理解していなければなりません。隕石が地球に近づいていることを発見し、危険度を測り、いつどこに墜落するのかを解析するのは当然のことです。準備をするにしても1年や2年ではとても間に合うものではありません。少なくとも10年は余裕を持って備える必要があります。つまりそれほど以前から隕石が迫っていることに気づいていたということです。次に地球環境学の理解です。地球にどのような激変が起こり、何を準備しなければならないのでしょうか。それが分かっていることが重要であり、地下に逃げ水と食料を自給できる環境を整えるには、人間が生きるための環境を熟知している必要があります。これらの現実を把握し、暗闇の千年の後で何が起こるのかを予測することも必要になります。さらには伝達による劣化を考慮した上で、未来の子孫に情報を伝えていく必要もあります。その技術は現代社会においてもまだ到達し得ていません。それくらいレベルの高い高度な文明水準なのです。しかしヤンガードリアス期以前の文明にはそれが可能だったのです。いかがでしたでしょうか。古代地球に現代以上の古代文明が存在していたという都市伝説はよく聞きますが、隕石の衝突を科学的に予知し、その対策を立てていたという考えは面白いですよね。最後までご視聴いただきありがとうございました。もしこの動画が良かったら、いいねボタン、チャンネル登録、コメントよろしくお願いします。